ャンネル、こちらのチャンネルは毎日カレー動画をお届けしている、そんなチャンネルとなっております。よですね、インディアンさんに行ってまいりました。こちらのお店は東急池上線の蓮沼駅から歩いてすぐのところにありますラーメンとカレーのお店でございます。品そばですね、ラーメンの品そばと、そしてもうカレーが相乗効果を生んでめちゃくちゃ美味しいということで、本日行ってまいりましたのでご覧ください。本日のカレードン。こちらがインディアンさんのメニュー表。メニューの方はカレーライスと品そばの2本立てで、それぞれ単品もあり。そしてほとんどの方が頼むこちらがセットメニュー。チャーシューの方は最大5枚まで投入可能。本日はチャーシューそば3枚入りとカレーのセットをチョイス。本来はラーメンから出てくるのですが、言えば同時に出すことも可能。透き通るスープの上に覆い尽くされたチャーシューがたまらず、メンマ、卵、ほうれん草も完備。そしてこちらがカレーライス。インパクトのある真っ黒なビジュアルで、もはやスパイスの香りが充満。ライスの盛りも渋さ満開で盛り付けられて、本日もいただきます。まずは本来の手順通りスープの方から一口いただく。魚介系と野菜の旨味、そしてコクでうまし。その後にカレーライスを食べてくださいとのことなので、そのままルーのみいってみると、しっかり感じる苦味の後に追いかけてくるスパイス感と辛みが印象的。お次は大きなチャーシューの方を駆けのけて、下の方から麺の方を一気にリフト。鼻から抜けるスープの香りがたまらず、間を入れずにその後すぐにカレーライスの方も口に投入。焦げる直前まで炒めた玉ねぎとカラメルの色で真っ黒、渋み、苦味もありなカレーライスが最高。お次はこちらのラーメンに乗っているチャーシュー。大きく分厚く、そして食べ応えも十分、柔らかくジューシー。ほうれん草やメンマの名脇役、そして大好きな卵をいただいたり、その後またすぐにカレーに戻ってきたりと、ラーメンの薄味ながらも繊細な味わいに、舌がまたカレーに戻った時にいい味を出してくれる。2つの料理の相乗効果がびっくりするぐらい、お互いの美味しさを高め合い、それぞれがお互いなくてはならない存在のカレーライスとラーメンの最強コンビ。もちろんこちらの2つでお腹はパンパン、夢いっぱい。本日も満腹、ごちそうさまでした。相乗効果がすごい。最初にラーメンが出てきまして、後でカレーが出てくるといったスタイルで、一緒に出してくれることもできます。ただ、一応お店的にはまずラーメンを少々いただいて、その後にカレーを、食べてくださいみたいな感じなんですけども、そのラーメンのスープとか麺をちょっといただいて、その後にカレーをいただくと、またこのカレーも引き立ってくるといった、まあ、そんなカレーと、ラーメンなんですけども、かなりまろやかなタイプのラーメンなので、その後にまたカレーをいただくと、そのスパイスだったり苦味だったりだとか香りだったりがスーッと口と鼻に抜けていって、すごいカレーも美味しく感じる、そんなカレーとラーメンでございました。カレーを食べた後にまたラーメンに戻ってくるんですけども、またラーメンこう食べてて、そんなに最初の方はやっぱりカレーの風味が残ってるんですけど、後からどんどんカレーに負けず、そのラーメンの風味だったりだとかも味わえるので、でいてこのラーメンもね、味がすごい濃いってわけでもないんですけども、その旨味だったりとかコクだったりがぐっと押し上がってくるといった感じです。なかなかすごい相乗効果のあるカレーとラーメンだったなという印象でございます。なかなかね、この2つで1つみたいな感じの、カレーとラーメンなので、ぜひ皆さん、食べに行ってみてください。はい、というわけでカレーにとりこな生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆さん、また明日、バイバイ。